プリモカルネラは、イタリアフリウリベネツィアジュリア州、セクアルス生まれのプロボクサー、プロレスラー。ニックネームは動くアルプス。身長205センチメートル。体重120キログラム。1928年にレオンシーのスカウトで、プロボクサー入り。1933年6月29日、ジャック・シャーキーに6回小勝ちして、世界ヘビー級王座を獲得。 1934年6月14日、3度目の防衛戦で、マックスベアに11回 TKO 負けを喫ュ王座から、陥落した。1941年にプロレスラーに転校し、1948年7月8日には、フランクセクストンの持つアワーボストン世界ヘビー級王座に、挑戦し引き分ける。1950年頃、 サンダーザボーと組んで NWA 世界タッグ王座をダッシュ。1952年3月8日にはボストンにてルーテイズの持つ NWA 世界ヘビー級王座に挑戦。1954年7月17日にはフレッド・ブラッシーの持つ NWA 南部ヘビー級王座に挑戦。1955年には日本プロレスに来日して力道山と対戦している。 4月27日には、レオのメリーニの持つ NWA 世界ヘビー級王座に再挑戦。5月10日にはタッグで、近似渋谷と対戦。1956年11月28日には、ロサンゼルスで、ボボブラジルと組んで、NWA インターナショナル TV タッグ王座を奪取。1957年には、世界ヘビー級王座を奪取。 1959年3月11日には、ハワイで NWA ハワイヘビー級王座に挑戦。1961年5月12日シカゴにて、バディ・ロジャースの持つ NWAUS ヘビー級王座に挑戦。8月22日には、フレッド・ブラッシーの持つ、フォア世界ヘビー級王座に挑戦。翌年の1962年2月22日にも、再戦。 バッド・シュールバーグの小説、殴られる男はカルネラをモデルに書かれた。後に、マーク・ロブソン監督、ハンフリー・ボガート主演で映画化された。1963年、引退。1990年、世界ボクシング殿堂入り。2019年には、WWE 殿堂のレガシー部門に迎えられた。ありがとうございます。